ああ、浮きぐれ見えてるな、沖の方に。すごいな。いいな。先端どんどん竿曲がってる。ああ見えたな、今ちらっと。あれ、あんな浅いとこにいるのかな。よっしゃ、当たりだ。ちょっと。
32、3ですね。まあ33。じゃないな、これ。
けどね。一旦キープします。
30ぐらいのが浮いてる。そう、とりあえず今30センチぐらい短くしました。かなり上の方に浮いてると思いますね。よし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 、乗った。かなり上だな。小さいな、俺も。小さくないや。初島彫刻を終えて持ち帰ったのが、全部で6枚ですね。一番長さがあったのはこのメジナなんですけども、痩せてるんですよね。痩せてて40センチはないっていうね。35センチ36センチぐらいのやつっていうのはこんな感じで、色も黒々としててね、ある程度こう体高があるんですけどね。なんか長くなればなるほど、まあ、これなんかも38センチぐらいあったんですかね。これも痩せてるんですよね。まあ、それでも美味しくいただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。